ンドロメダの剣心。第七の宮天秤宮において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、氷河を助け出す方法はないのか苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします。何？クロスの一部が分解してシリの手に握られた。あれはライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。すごい全てが一振りで星も砕きそうだ。よし、このソードを使わせていただきます。老子、今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る発想よ。やった、水蒸気溶かしてどんどん消えていくぞ。シリュウが一閃しただけでなんという剣の威力だ。氷河、しっかりして氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河、分かった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ。シュン、僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって氷、人を倒すためではなく人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。スコーピオン、ミロとの対決。第8の宮、天活宮へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。身構える間もなくシリュウはミロの技で動きを封じられてしまう。そしてミロは聖夜にもその剣を向けるのだった。ここまで来た以上、もはや戻ることも進むこともできん。覚悟することだな。ブロンズセイントの意地見せてやるぜ。さあ選べ、降伏か死か。ラウンドワン、ファイト。体が動かない。まるでサソリが獲物を死への恐怖で急いでしまうよ。気をつけろ。お前たちに残された道はただ一つ。
は芸術になることだけだ。ローリングジャック。どうした、これがお前の渾身の技か。このミロという男、今までのゴールドセイント勝るとも劣らぬ強さだ。ゴールドセイントと互角に戦えるほどにセブンセイスに目覚め始めている。ペガサス火だらけだな。終わりだ、終わりだ。ローリングジャック、何かしたのか。終わりだ。燃えろ、俺のコスモ。終わりだ。ローリングジャック KO ラウンド2ファイト。ディストリクション、終わりだ。終わりだ。俺のコスモ、アレットニードル。何かしたのか。何かしたのか。自分を信じるんだ。燃えろ、俺の究極のコスモよ。聖夜とか言った、確かにお前はセブンセンシスに目覚めた。だがこれだけは教えて。何かしたのか。セブンセンシスに目覚め始めた者と常に備えている者との間には想像以上に大きな隔たりがあると。運だって抵抗をまだ分からんのか。ゴールドセイント、俺のコスモ、ワンダーミロの実力が。何かしたのか。ディストリクション、終わりだ。燃えろ、俺のコスモ。終わりだ。火だらけだな。終わりだ。ディストリクション、ウィナー。俺は戦うぜ、全力で戦って勝ち続けてやる。俺のコスモはこんなものじゃない。受けろ、スコーピオンの牙を。スカーレットニードル。なんだこれは、針に刺されたような激痛は。まるでサソリの毒が全身に回るようだ。他愛のないとは言うまい。この天下地球まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだ。バカな、お前はキングナスの氷河。氷河蘇ったのか。ああ、旬が自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ
立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。何？この結晶は？カリツォー！ニーロ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。ラウンドワンファイト。少子、この程度の決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に。カレットニードル。セイヤたちが喧嘩つきにする。おとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。スカーレットニードルは慈悲深い技だ。どうかしら。さあ、選べ。何かしらでもない。この氷河が目指すものは勝利のみ。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っているのか。できるかどうか。何かしたのか。最初から考えていない。いつかこの馬で俺のこそそれを可能に変えてみせる。カーレットリードルアタック。スカーレットリードル、スカーレットリードルアンサレス。ダイヤモンドダスト。何かしたのか。何かしたのか。ダイヤモンドダスト。オーロラサンダーアタック。カレットニードル。ラウンド2ファイト。スカーレットニードル。スカーレットニードルアンサレス。何かしたのか。スカーレットニードル。ダイヤモンドダスト。スカーレットニードル。スカーレットニードルアンサレス。さすがは水と氷の魔術師、アクエリアスの神の教えを継ぐだけのことはある。ここまでの闘技は。ダイヤモンドダスト。凍りつく。神を知っているのか。ならば見せよう。この氷河の闘気の高まりを。そしてこの剣で倒れてもらうぞ。怖いから見ろよ。これがキグナシュの本当の力だ。何かしたのか。これがキグナシュの闘気だ。 KO ファイナルラウンドファイト。スカーレ
レットニードル、アンタレス、スカーレットニードル、アンタレス、ジュケジュケ、どうや、何かしたのか、ディストリクション、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、何かしたのか、スカーレットニードルアンタレス、前発動よ、ダイヤモンドダスト、凍りつけ、これは氷河のコスモがここまで高まるとは、スカーレットニードルオーロラサンダー、スカーレットニードル、バッカな、どれだ、スカーレットニードルアンタレス、スカーレットニードル、これがキングラスの宝器だ、バカな、オーロラサンダーアタック、ウィナークールに徹して敵を撃つ。同票がいくら集まってもセイントには無力。やった、ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の軌跡を。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならばその前に見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ、君には神の気持ちがわからんのか。何？カミューの気持ちだと？カミューは天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。カミューは最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来よう。カミューに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くと苦しくとも、熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと、おな、ような。そうだ、たとえ五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。
このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせる。ラウンド1、ファイト。神よ、命を落として戦うことこそセイントとして生きた証なら、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。キグナスの放棄だ。それは俺が氷河を真のセイントと認めたかな。良いな、神よ。氷河よ、君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正正堂々と戦い、何かしたのか。君の命を全力で奪う。こいつだ、見ろ。終わりだ。ダイヤモンド、システム前に進んだ。アンナのため、友のために。スカーレットリードル、アンサレス。何かしたのか。オーロラサンダー、アタック。何かしたのか。オーロラサンダー、アタック。何かしたのか。終わりか。何かしたのか。前、白鳥よ。ダイヤモンドダスト。龍王、降りつけ。ラウンド2、ファイト。ディストリクション。終わりだ。何かしたのか。ジョーガ、まだ戦い続けるというのか。スカーレットリードル、俺は感も失われているというのに。行くぞ。何かしたのか。この氷河にとって最後の一打になるであろう。ジョーガが失われていく中で、コスモだけは最大に高め放ってやる。何かしたのか。氷河、約束通り最後のとどめのアンタレスを。ダイヤモンドダスト。龍王、降りつけ。ウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。勝負あったな。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これ俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を。クロスをまとっていなければ、絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る
木戸沙織こそ本当のアテナなのか。今千留めの新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。